京都産業大学ラグビー部は関西大学ラグビーリーグ戦 A リーグに所属する京都産業大学のラグビー部。1964年に京都産業大学ラグビー同好会として発足。1973年に天理大学出身の大西健が監督に就任してから当格を表し始め、1975年に関西大学ラグビーリーグ戦第1部に昇格。 1982年、全国大学ラグビーフットボール選手権大会に初出場。また、1983年をはじめとして、過去7回、国立競技場で行われる、同大会の準決勝へと駒を進めているが、すべて敗退している。1990年、関西大学ラグビーリーグ戦 a リーグ初優勝。囲碁同リーグでは4回優勝。 2008年12月13日に宝が池球技場で関西大学ラグビーリーグ AB リーグ入れ替え戦において B リーグ1位の龍谷大学に36から28で勝利し A リーグ残留を決めた後大西がこの試合を最後に監督を辞任すると表明した2009年1月25日吉田明がコーチから昇格して監督にまた大西は 総監督にそれぞれ就任することが公式サイト上で発表された。2011年2月、吉田が監督を退任。その後大西が監督に復帰することになった。2013年、明治大学出身の元木幸男がバックスコーチに就任し、2015年にはヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。